アフリカという大陸にはたくさんの文化とサウンドが交わっていて、今から聴いてもらうミュージックはそうやってできたものです。そしてアフロビートミュージックとはたくさんのアフリカの文化からスタイルをミックスしたものなんですよ。よし、じゃあ次の曲もみんなで一緒に手拍子をして盛り上がっていきたいんだけど、僕とスティーブンがこうしたらみんなの手拍子をストップして、アフロビート発祥の地アフリカに生まれたかっこいいリズムを聴いてください。そして僕の大好きなアフリカの太陽を感じてください。はい、遅っ遅いよ。ちょっとみんな何してたのね。よけ、準備できた？それじゃあ早速アニーよろしく。Thank you.
いい感じだったよ。それにしてもエルモン、アーニー、バートすごいじゃないか。みんなのアフロビートが僕のハートにグーンと来たよ。エルモン最高に楽しかった。うん、僕が叩いていた太鼓はドゥンドゥンという名前だよ。ドゥンドゥンドゥン、僕が叩いていたのはジャンベ。エルモもジャンベ。みんなかっこいいリズム叩いていたね。ほら見て、みんなのリズムを感じていたら素晴らしい笑顔がたくさん溢れたね。笑顔がまるで太陽みたい。太陽？アフリカの太陽みたい。それって、そう、それがアフロビート。
寒いね。寒い。めっちゃ寒い。